第3試合ライト級2ラウンドを行います。青コーナーキーバードクター吉村、赤コーナーパンクラスイズム伊藤孝文選手入場。フェザー級初代王者決定トーナメントの決勝戦を来月27日に控える意外性の男 DJ 大輝、パンクラスマットフェザー級の台風の目 DJ 所属のチーム騎馬から吉村直樹改めドクター吉村が登場です。重点音のリズムに乗り今ジャンプイン、ドクター吉村。キックボクシング修行、その成果が期待されるも、5月のロバート・エマーソン戦ではローキックこそさすがのキレを見せるも、タックルを潰されパウンドを浴び、判定3対0の完敗を喫した伊藤です。己の居場所を探し求め、一階級絞りライト級へやってきました。船木正勝も言い続けた新技体、今の伊藤の新技体のバランスは果たして。一つ大きく息を吐いてリングインです。伊藤孝文、青コーナー176センチ68.4キログラム、パンクラス戦績3戦1勝1敗1分けドクター吉村。赤コーナー176センチ68.9キログラム、パンクラス戦績65戦33勝25敗7分け伊藤孝文。レフリー藤井義臣、サブレフリー和田良学。続いては64キロ以上69キロ未満ライト級の戦い5分2ラウンド制、赤コーナーパンクラスイズム伊藤孝文 68.9キログラムでパスです。一方の青コーナードクター吉村、チーム騎馬から登場となります。共にキックボクサーとしてもリングで戦う、そんな顔を持つ2人です。画面右、パンクラスイズム道場長伊藤孝文、ライト級転向決意の戦いとなります。ほら、おい、ライト級5分2ラウンド制第1ラウンド始まりました。黒いスパッツが伊藤孝文、パンクラスイズム道場長です。ドクター吉村との戦いとなります。さあ光選手、はい、まあ、伊藤選手もこうキックボクシングのリングに上がったりと、はい、しかし前回がこう結果出ず、はい、今どうこう想像されますか。これビデオを撮ってる人はもう一度見てほしいんですけど、はい、入場の時の伊藤さんの目つきですね、
自分で今何をしないといけないのか、どういう状況にいるのかっていうのを、はい、伊藤さんはすごい頭がいいんできちんと分かってるんですね、はい、それが決意に変わった時の目をしてますね。ああ、そうですか。それともう一つは並んだ時の目ですね。並んだ時に、はい、目じゃねえや体ですね、はい、やっぱりドクター選手はもともとこの階級にいる選手、そうですね、伊藤さんの方はもう上から落としてきた選手、はい、そういう体つきの違いっていうのがあるんで、うん、だから出力とかも伊藤さん実はすごいんで、今これライトに出るっつってもうちの練習やってるメンツ、イズムのメンツはライト級に落としてくる人いないんで、はいはい、みんなライトヘビ ー、 あー僕も通常は90キロ近くありますし、はい、北岡ウェルターに出てる北岡ですね、うん、選手も80以上ありますし、そういう環境の中で試合をしてますし、やっぱキックで同じ体重の人と試合をしてるっていうのも、うん、結構関係すると思うんですよね。同じ体重の人と試合を重ねてるんで、初めてのライトじゃないんですよね。総合ではライトっていうだけで、はい、右のフックから入っていきます。前足を蹴り込んでいく伊藤、もう一つそうです、まあ、前回のエマーソン戦もこうローキックがやはり走ってますよね。そうですね。でもエマーソン選手はそれを押しつぶ、タックルで押しつぶして、はい、それ伊藤さんだ、タックルで試合を進めていこうと思っている伊藤さんをどんどん潰していく戦いだったので。そうですね。アッパーから吉村選手は少しやりにくそうですね、うん、ガードがもう上がって顔を少しこう引いてガードの体勢をきちんと固めてしまってるんで、はい、こう戻った時には普通になってるんですけど、伊藤さんが打った瞬間にパッとも手が上がるように防御の反射神経優先になってるっていう。なるほど、はい、それに足を前足を合わせていってるんで、はい、反応はできてるんですけども、そうですね、少しやっぱり自分から手が出なくなってるのかもしれないですね、うん、なるほど、はい、まあ、伊藤が気持ち的にもここは押し始めている。足をキャッチする、さあ組んでいきました。スタンドの差し合いになります。これ結果上になります。そうですね、伊藤さんが道場でよくやってた練習ですね。さあしかし足が上の方に上がってきています。あ、柔らかいですね、柔らかいですけども、こういう選手伊藤が前に詰めて防ぐ、いますからね、うちにも何人か。あ、そうですか、はい、いわゆるこの場面は何ともこうスパーリングでもやってると、はい、新井健二選手、今日 T シャツ発売されてましたけど、はいはいはい、宣伝ですよこれ、はい、紹介ですけど、はい、ライト級で今試合をしてて、今度ウェルターですけど、はい、その新井がライトぐらいの体重でうちで練習しに来てくれるんです。そういう面でもライトの人間とも練習してるんですよね、はい、で出稽古で AJ の方行かれたりとか、はい、あとイズムでやってる某合同練習、ちょっといろんな人が来てる練習があるんですけど、そういうのでも同じ体重70キロぐらいの、世界的に非常に強い選手、注目されている選手ともやってますし、もともと伊藤さんレスリングなん で、 そうです、ね、はあ、こういう展開は得意かもしれないですね、うん、下からガードの体勢を作っている吉村、ここから伊藤さんが、どういう攻撃で、勝利に、まだ今ドローですので、はい、勝利に試合を動くように、展開していくのか、うん、吉村選手が、何をするのか、非常にこう膠着しているように見えるんですけど、非常にこれ2人の頭の中ですごくプランがぐわーっと動いている状態なんです、脳みそので、はいはい、そこを注目してみると非常に面白いです。格闘技はまあ体勢、そういう有利な体勢、不利な体勢もそうなんですけど、人間がやるもんですから、はい、この顔とかから表情、何を考えているか読み取る、うん、これも格闘技が有名になってきて少し最近忘れ去られてるもんなんで、人が倒れて喜んでる指差して笑ってる暇があったら、二人が何を考えているか、それにも注目してリングの上にいるつもりで見た方がいいですね。これすごいそういう心理戦、非常に深いですからこの試合、さあパンチの回転も速い伊藤、飛び込んでくる吉村、まあ、しかし光選手でも、はい、やっぱり勝たないと次はないわけですもんね。なんと言っても僕はあんまり勝ってないんで人のことで、ね、はい、右のフック、これをかいくぐって、これ素晴らしいですね、伊藤さんすごいですね、さすがですね、あそこで体をすぐに入れ替えて相手がコーナーを背負うようにして、はい、さっと組んでいくじゃないですか、これはやっぱり伊藤さんのキャリアもう長いですから、それこそ第1回のネオブラッドの優勝者です。そうですね、この12年間、はい、もうリングの上で総合やってるわけですから、そうですね、このキャリアを超えるのはなかなか技術だけだと難しいと思うんです、はい、この戦いは5分2ラウンド制で戦われます。パンクラス2006ブローツアー7028後楽園ホール大会、
64キロ以上、69キロ未満、ライト級の戦い、5分2ラウンド制です。伊藤さんの方が有利な展開だったと思うんですけども、はい、明確なポイントというのはなかったかもしれないので、うん、吉村選手にとっても次のラウンドがチャンスというのはもう分かってると思うんですよ、ね。はいはい、で伊藤さんもそこからどう展開するかを今セコンドの渡辺さんと、AJ の中島さん、ね、はい、と、話し合ってるんですね。この互いに背中を向けつつ情報戦、これが格闘技の醍醐味ですから。なるほど、はい、10分しかない間に、ね、サッカー野球を上回る情報量がありますから、はい、ラウンド2ラストラウンド。さあラストラウンド、今会場から伊藤勝って結果を出せよ、そんな声が聞こえてきました。いや、結果出したいのは吉村選手も一緒なんです。そうですね、そう、その2人がこうしてしのぎを削っている、これが格闘技なんですね。パンツ、あ、ナイスタックル。もそうですね、パンチが見えています。思わずナイスタックルって言っちゃいました。いいんじゃないですか。さあしかしまた足がこのように上に上がってきています。まあ、下からの仕掛けも吉村があります。吉村選手このプランすごい考えてたと思うんですよ。そうですね、ただ案外伊藤さんのガードが硬いのと、ここ、あ、これ足入りましたね、これいい足入ったんですけど、すぐ対処がすごい伊藤さん実は早いんで、はい、少しちょっと面食らってるところがあるかもしれないですね、うん。これ足を上に上げて、はい、自分の展開に引き込みたかったんですけど、ちょっと通じないっていうのを今考えてると思います、ね。なるほど、はい、もう何といってもこれが最終ラウンドです。吉村選手キバって所属なんですけど、ええ、下から非常にしつこいですね。あーはー、どうしてもこう、はい、打撃のイメージがありますもんね。イメージが、はい、あるんですけど、やっぱり今もう打撃をやってても組み技をやってても、はい、ある程度はできないと、そうですね、総合のリングには立てないっていうことですね、うん。その中で自分の得意なものを出している、今キックと総合のバランスの良さの伊藤さんが今自分の展開を作っているという状況ですね、はい。吉本選手はネオブラッドトーナメントで竹重選手、ピーズラボと、大阪の竹重選手を倒したのがここからの蹴りだったんですよ。あーはーはーはー、下になってからの三角締めでボコボコに殴って、で、離れ際にあえて手を持って長い足でこう思いっきり画面を蹴り上げる、はい、その展開で勝利を奪ってますので、この展開実はもしかしたら得意なのかもしれないですね、はい。まあ、つまり伊藤はここを逆に言うと警戒しなくちゃいけない形ではありますが、自ら攻めているのが伊藤の方です、はい。伊藤さんの警戒は攻めることで行われます、ね、はい。攻撃は最大の防御、それを見せています。今度はデンブラあたりに膝を入れる、これを嫌って国士骨のあたりかかとを置いて突き放すようにします。勝ちで返すか。あ、ここからも決めてきますね。これですね、これですか、はい、その竹重選手との両手で手を掴んでるんですけど、はいはい、足で思い切り蹴るんで、さあ伊藤さんの方の持たれてない方の手が機能しないんですね、ガードしないといけないんで、あ、なるほど。これは5体を全部満足にフルに使ってる、はい、吉村選手の非常に強いところだと思いますね、伊藤さん案外ああいうラフな攻撃そんなに伊藤さん多分好きじゃないんですよね。伊藤さん非常に細かで的確な展開が、はい、伊藤さんのペースなので、うんうん、ああいう展開になると少し苦手なのかもしれないですね。あ、なるほど、はい。まあ、それだけで早く自分の形、かっちりした形に引き込みたい、それを作りたいのが伊藤。しかし下から、そうですね、本当にこのイメージでも下からでも吉村選手がいろいろこうやってるなという感じが受けますね。さあ左足上がると超えます。超えましたね。残り時間は2分を切っています。最終の第2ラウンドです。これも注目していただきたいのは吉村選手の下半身ですね、はい、しっかりと浮いてるんですね。背中はついてるんです。レスリングだとフォールの体勢なんですけど、はい、下半身がすごい生きてるので、うん、こうやって伊藤さんがサイドに出ようとしたところでこれまた足が生きてくるんですよね。そうですね、また戻しましたね、はい、これは非常に厄介ですね。そしてやはりこの形、はい、伊藤は胸を張るようになんとかこれを防ごうという形です。あ、ね、今度は伊藤がうまく逆に足を越えていきましたね。そうですね、サイド取った。あ、しかし膝を畳んでまた戻そうという、いや本当にこう足が充実感のようにすごい、はい、効きますね。多分キックボクシングをされてたら、はい、寝技の対処ってレスリングじゃなくてやっぱ柔術になると思うんですよ。おというのはやっぱ自分からタックルに入って上を取るっていう概念がキックボクシングにないので、離れて距離を取るっていう。残り時間1分、ここ注目ですね。この打撃の展開は非常に注目ですね。残り時間1分切りました。あ、ナイスタックル。伊藤が逆に今度はテイクダウン。これもピタッと相手のロープを背負わしました、ね、
吉村選手も耐えてはいるんですけど、自分の展開を少し作っていきたいところですね。サーブになります。先ほどの形になります。これでも光選手、ジャッジ的にはどうなんですか、こういう攻防は。明確なあのダメージがないと、なかなかパンチの判定では取ってもらえないんですけども、あのアグレッシブに攻めているのはスタンドでは両者アグレッシブだと思うんですね。ただ下になった時に両方ともあの攻めてはいるんですけども、少し下になっている吉村さん選手の評価、そういうところだと思いますね。そうですね、形はまあ下ではありますが、今の動きも含めて、あれがどれぐらいまで評価されるのか。そうですね、桜足を飛ばす、残り時間は少ない。で、まあ、あのさっきの桜木選手もそうだったんですけども、攻めてはいるんですけど、当たってないんですよ。なるほど、伊藤さんがうまく全部かわしてるっていう。ということは難しい判定になるということですね。難しいですね、はい、はい。2ラウンドフルに戦い終えました。少しでも今帰っていく吉村選手の顔を見ると、ちょっとやりたいことさせてもらえなかったな、伊藤さんも少しあのプランとは違ったかもしれないですけども、応用してあの対応した感じですね。まあ、伊藤もかなりちょっとこう疲れも表情からは伺います。さあ判定を聞きましょう。お待たせしました、判定結果をお知らせいたします。サブレフリー和田20対20ドロー、サブレフリー岡本20対20ドロー、ジャッジヒロト20対20ドロー、以上3者ドローによりこの試合引き分けでございます。お聞きのようにジャッジ3名とも20対20、引き分けとなりました。さあでは光選手、ぜひまず吉村選手から一言いただきましょう。大阪でやった宮崎選手との試合、あの時の何と言うんでしょう、こう老快さっていうんですかね、あのアグレッシブな感じを少し今日封じられた感じですね。それでまあ20点から取れなかったっていう感じですね。では伊藤選手にぜひ一言お願いします。いやもう伊藤さんはあのライトの初戦で、伊藤さん結構あの責任を感じてしまうタイプなんで、少し硬くなってたかなっていうのはあるんですけど、でも、全然大丈夫だと思います。そうですね、戦いは引き分けとなっています。